なかなか痩せられないよーっていう方、自分はなぜか痩せにくい、運動しているのに、そう思っている方におすすめな内容になります。痩せにくい原因、ズバリ体幹にあります。今回は初級、中級、上級と3種目の体幹トレーニングを行っていきます。各たったの30秒で行えますので、痩せにくいって思っているあなた、一緒に頑張ってもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、痩せにくい人が行うべき体幹トレーニングのプランクニーアップというエクササイズを一緒にやっていきましょう。レベルに応じて3種目紹介していきます。痩せにくい人の多くは体幹が弱いというところにあります。体幹が弱いとどうなるのか。エクササイズがちゃんとしたフォームでできない、日常的に使われる筋肉が少ない、使われる筋肉が少ないことによって通常の人よりも代謝が低い、この3つが原因にあります。実は筋トレすると体幹というのは身につくんですけども、そもそも体幹がない場合筋トレがうまくできてませんので、実は筋トレすれば体幹つくんですけど、体幹をつけてから筋トレする方がより体幹がついてくるんです。そこで今回、体幹を鍛えるためにおすすめなお尻、腹筋、背筋、脊柱起立筋、この4つが同時に鍛えられるエクササイズになります。たったの30秒ですので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。お腹が気になるよ、姿勢が気になるよ、下腹が気になるよ、そういった方にもおすすめなメニューです。痩せにくいよっていうこと以外でお腹が気になる方もぜひ一緒にチャレンジしていきましょう。まずはそのエクササイズを効果的に行うために30秒ほど股関節のストレッチを含めていきます。紹介します。まず膝を開いて四つん這いになります。ここでできればもう少し膝を横に開きます。カエル足ではなくて、ちゃんと膝の後ろに足首が来るように膝を開いてください。こういった感じです。ここからお尻を下げる、体を前に出す。この時にお尻を締めることによって股関節が伸ばされます。後ろに股関節を伸ばす、前に股関節を伸ばす。お尻が引けたまま前ではダメです。お尻を引いて下げる、締める。これをまず顔の前にスマートフォンを置いて30秒やっていきましょう。呼吸はリラックスで OK です。動きはマイペースでいいです。いきましょう。しっかりお尻を締めて、股関節が伸びているのを感じてください。痛い方はゆっくりでいいです。徐々に伸ばしてください。しっかりお尻を締めて、お尻を出してお尻を締める。はい、 OK です。このまま初級編に入っていきます。スマートフォンは顔の下に置いて行っていきます。まずは初級編です。肩の下に肘をつきます。足は少し開きます。体を浮かせます。これで足を右左右横まで持ってきます。これを交互に30秒間やっていきます。これでお尻が上がらないようにお尻を締めて、肩からお尻までをできるだけまっすぐ保ってください。それで脊柱起立筋がつきます。そして足を横に持ってくることで足を上げてる側の腹筋に効きます。足を浮かせることによってお尻、背筋が使われます。まずは初級編から30秒いきましょう。足動かすペースはマイペースでいいです。顔の下にスマホを置いていきましょう。スタート。頑張っていきましょう。マイペースでいいです。足上げたら息吐いて、ふう。足は上げすぎず真横ぐらいです。腰を丸めて頑張っていきましょう。あと少し。はい、OK です。
今のが初級編です。続いて中級編です。一気に辛くなります。今の感じで足を横でキープ。15秒キープしたら反対。腰をしっかり丸めて足は真横です。頑張っていきましょう。辛くなった方は途中で休んでもいいです。それでは行きます。スタート。このままキープです。結構辛いと思います。お腹が効いてると思います。お腹がプルプルしてれば効いてます。はい、反対足入れ替えて、腰をしっかり丸めて、お尻が上がらないように、あと少しです。頑張って、よし、あと3秒です。2、1、はい、 OK。 今やった中級編が結構きつかったよって方は、上級やっちゃうと腰が痛くなるかもしれないんで、様子を見ながらやってください。中級やって全然いけるよって方は上級チャレンジしていきましょう。この上級をすることでエクササイズのフォームが良くなります。フォームが良くなると的確に筋肉に効かすことができて、エクササイズが少ない回数や少ない時間で効果的に鍛えるようにできてきます。ですので体幹というのはとても大切です。一緒に最後頑張ってみましょう。上級編は膝をつかずに体を持ち上げます。この状態で足横持ってきて15秒キープ。足入れ替えて15秒キープ。という風にやっていきます。お尻が上がらないように腰をしっかり丸めて、お腹に力を入れた状態でキープしてください。呼吸はできるだけ長く吐いた方が腹横筋が鍛えられてお腹がへこみますので、できるだけ長くふーっと吐きながらお腹を持ち上げてください。息なくなったら一瞬ですって。また吐き続ける。それでは頑張ってラスト行きましょう。上級編です。スタート。頑張ってキープ。足が下がらないように。足できるだけ上げて。あと少しですよ。頑張って。お腹に効いてる人は上手にできてます。はい、入れ替えて。頑張って。腰が痛い方は降りてもいいです。無理しないでください。しっかり体が前に行かないように、肩の下に肘です。あと少し。 OK。 お疲れ様でした。今やったプランクニーアップ、これがですね、基本的にエクササイズの際に使う体幹が鍛えられます。腹筋、背筋、お尻、脊柱起立筋、この4つが鍛えられました。もし慣れてきた方は上級を30秒3セットとか分けてやってみてください。もし難しいよって方は初級のやつを、腰をしっかり丸めてお腹に効く感じがあればできてます。もしお腹が効かずに腰が反れて腰が少し痛いよって方は、まだ中級にレベルアップせずに腰を丸めてお腹がプルプルするようにうまく自分でできてから中級にレベルアップした方がよろしいかと思います。このエクササイズができてくると、スクワットをしても正しい状態をキープできる、バランスの悪いエクササイズをしてもうまく腰が反れすぎず、背中が丸くなりすぎず、ちゃんとした正しい位置というところで使うべき筋肉が鍛えられることができます。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメント、そして自分のレベルは何だったよっていうのをできれば数字だけでもいいです。初級1番、中級2番、上級3番、自分のレベルを教えてください。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンクのフォローしてもらって、エクササイズの動画も載せたりしてますので、よかったら毎日SNS の方も確認してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。